はい、おはようございます。ブッキミジャペンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、キンキンブッキミ動画やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日飲んでいくのはこちらです。スゴジュー。これね、 TikTok で結構飲んでほしいってリクエストがあって、なんだそれはって、まあ、調べたらこんなやつでした。栄養ドリンクみたいなやつだと思うんですが、面構えがね、かなり迫力ありますね。すごそうです。入ってるものもなんかすごいな。これスッポンとかコブラ、サソリ、パンチ効いてますね。栄養成分1本 50ml で 32kcal、 まあまあ高いな。今日は除菌ですね。こいつとクオスプレミアム、こいつぶっこんでね、ぶっ決めていこうと思います。さあ、今日もキンキンに凍った除菌登場。うわ、テンション上がるで。除菌した方どうしていきましょう。ちっちゃいんですけどね、効くんだろうね。うわ、色が濃い。なんかうまそうだな。普通になんかエナジードリンクっぽいな。うわ、鼻に刺さる。強烈っぽいね。見た目は何でしょうかね。ウイスキーとかそんな風にも見えるかな。ハイボールみたいにも見えるかな。さあ、ぶっ決めていきましょう。初めて飲みます。スゴジューのクオスプレミアム割り、いただきます。いってきます。乾杯。炭酸がやばい。わあ、匂いも強烈でしたけど、味もかなり濃いな。うわあ、エナジードリンクの原液みたいな感じの味がしましたね。ああ、はい、お疲れ様でした。ぶっ決めてやりました。今日のやつですね、これ僕初めて飲んだんですけど、いつもね、まあ、これ系飲んでもあんまね、こう効かないっていうか、気持ちだけちょっとね、ふわっと上がるぐらいなもんで、元気になったとかあんまないんですよ。飲んでね、どれくらい時間が経過したら効果が出てくるかもわかんないし、今日は今仕事終わりの風呂上がりですけど、ヘトヘトボコボコなんでね、そのまま疲労感がね、回復するかどうかちょっとね、様子見ようと思います。今日はまあジョッキ使ったんで、容量ね、満たすためにこれに、まあこれ足したんですけど、ちょっとこれね、単体でも飲んでみたいなと思っちゃうぐらい割ってるんだけどね、かなり味が濃かったんで、まあね、そんなスゴジューなんですけど、そんなのあるんだと、もしですね、飲んでみたくなった気になったら、私はぜひね、試してみてください。さあ、最後の時間です。明日なんですけど、飯テロ動画やっていこうと思ってまして、マクドナルドをね、ぶっ決めていこうと思ってるんで、よかったら時間動画もぜひご視聴します。はい。では、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これ、すごかったっすね。匂いがすごいわ。刺さる。オーライさん。